こんにちは、ノジマステラ神奈川相模原の森田です。松原です。石田です。佐々木です。今日は LED 電球の選び方について紹介します。まずはこの3つを確認しましょう。1つ目、大きさを確認しましょう。大きさには主に2種類あります。26の口金と17の口金があります。26の口金の方が割と一般的です。17の口金は26よりも少し小さめになります。2つ目、明るさを確認しましょう。明るさは 40W 型相当、 60W 型相当、 100W 型相当があります。数字が大きければ大きいほど明るさは増します。3つ目、色を確認しましょう。色は電球色、中光色、中白色の3種類です。電球色はオレンジっぽい温かみのある色でリビングなどにおすすめです。中光色と中白色はそれぞれ白っぽい色です。中光色の方が青みがかった最も明るい色で集中力を高めるのにおすすめです。中白色は太陽の明るさに最も近い自然な色でどんな部屋にもマッチします。その他にも調光器具対応や密閉器具対応、光を照らす方向も全方向や多方向など多くの種類があります。お使いの器具によって使える電球が異なります。ご来店の際には以前ご使用されていた電球をお持ちいただくとご購入がスムーズです。電球をご購入の際はチェックしてみてください。次に蛍光管について説明します。蛍光管には5つの種類があります。丸型が3つ、直管型が2つに分かれます。丸型は通常タイプ、スリムタイプ、二重管型タイプがあります。型によって大きさが異なるので必ず以前ご利用されていた型をご確認ください。直管はグロースタート型とラピッドスタート型があります。グロースタート型は点灯させる際に点灯管が必要になります。ラピッドスタート型は点灯管は必要ありません。大きさは4から110型の10種類があります。こちらも型によって直管の長さが異なるので必ず以前ご利用されていた型をご確認の上ご購入ください。商品に書いてある型番でこれらのことが分かります。形、大きさ、色、消費電力、これらのことが分かります。ご購入の際はご確認お忘れなく。